この日に体調を崩したわけじゃなくて、前日の朝の散歩の時に我が家にオリーブの種があるんですけども、そのオリーブを食べてしまって、この食べた日の夜から体調が悪くなってます。瀬名が行っている病院に行きたかったんですけども、やっぱりお腹を下しているのでちょっと長距離が難しいのかなと思って、歩いて行ける動物病院に行ってきました。チャンネル登録よろしく。チャンネル登録よろしく。薬が入ってて、なんかお湯で溶かして食べられるやつらしいです。で、半分の量をあげてくださいとのことなので、半分あげてるんですけど、だいぶ復活してきたので、半分も少ねえって感じなんだと思います。顔が全く見えない。こんな感じで食べております。飛ばしたな。大丈夫になってきました。皆さんご心配おかけいたしまして本当にありがとうございます。しばらくね、飲み薬は続けてるんですけど、ちょっと体重が減ってしまったんですよ。通常だと 3.1 とか 3.0、 なんでやねん、 3.09 とかその辺なんですけども、重くて 3.14 ぐらいなんですけど、まあそれが減ってしまって今 2.9 ぐらいしかないので、復活して徐々に徐々に体重を増やしていこうと思います。